橋本キアのジュースプリスト、橋本キアです。はい、ゲームから来ましたモカピンです。今回は前回に引き続き1月31日タイトルバーサイズスポーツセンターメインアリーナで行われたコパラスコンチャス2016ギ、あのノギ女子の試合をね一気に見ていきたいと思います。はい、じゃあ適用お願いします。はい、橋本キアの柔術プリスト、この番組はファイターズショッププルテリア、金属工事、柔術一式、一徹、イサミ、ベリーハーズトゥーサムミット、ラスコンチャス、ヌマウ、株式会社フルフォース、スクランブル、以上各社の協賛によりミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りします。前回に引き続き1月31日タイトリバーサイドスポーツセンターのメインアリーナで行われたコパラスコンチャス2016ギ&ノーギの女子の試合を見ていただきます。はい、今回はね一本丸々女子の試合、もう国内トップのね女子選手がこぞって参戦しております。井上瑞稀、山口ゆかり、この白紙会コンビ、そしてもう富山県から参戦、もうサラミのリングネームで活躍中の高野里美、そして三浦彩香、この三浦彩香さんね、もう1年半ぶりにね井上瑞稀の再戦で、プロのリングはねちょっとねあの体調不良で欠場してたんですけども、今大会で復帰戦ですよ。そして柔術の方はねイングリッチ・フランコ、そしてルアナ・ディアス、そして、九州からはるばる参戦甲斐真由美、ここら辺の試合の、ね、数々もうバッチリ見ていきたいと思います。はい、はい、VTR スタート。はい、農技女子アダルトアドバンスライトフェザー決勝戦、山口ゆかり対高野里美です。はい、この試合はねもうこの高野里美さん、サラミ、そして山口ゆかりさん、はい、J ガールズのチャンピオン、キックボクシングのチャンピオンですね。この2人の試合がね実現ですよ。これねプロのリングでやってもおかしくない。このタックル早い。山口ゆかりさん、ゆかりさんもね17歳、そんな若いんですよ。ガラケーです。スマホじゃないんですよ、ゆかりさん。ゆかりさんもね大人になったよな、前中学生だったのに。そろそろ変えるって、そう時の流れがねやっぱ中学生と高校生は違うよな。全然違いますね。高野里美さん、ちょっと見えるでしょうか、このね歯列矯正100万円かけて歯列矯正してますよ、高野里美さん。大人になると高いですからね。25歳。サラミさんもね25歳ですよ、まだ若いですよね2人とも。歯列矯正100万円のねその口元にねぐいぐいと締め上げていく山口ゆかり100万円を、そうですよ、あの歯列矯正してそれ裸締めで食らったら歯血だらけになるんじゃないかな、大丈夫かな。あ、もう入りましたよ、これマウントポジション。100万円の歯列矯正どうか、高野里美、山口ゆかりどうでしょうか。このね山口ゆかり、あの白紙会代表の山口代表のね娘ですからね、英才教育受けてますよ、ゆかりさん。可愛かった。はい、でちょっとね人見知りなところありますからね、あんまり陽気な話はくれないですよね、まだまだね、はい、心を開いてくれてないのかなって思いますけども、どうでしょうか。さあ腕十字だ、相手の動きに合わせる腕十字うまい、今の腕十字うまい。4分45秒、腕十字で一本勝ち、このワンマッチ決勝戦制しております山口ゆかり。勝っても笑わない冷徹な女、どうでしょうか山口ゆかり。はい、農技女子アダルトアドバンスライト決勝戦、井上瑞稀対三浦彩香です。はい、出てきましたよ、このね三浦彩香対井上瑞稀、この二人はですね、はい、あの1年半前に行われた東京一本フェスティバル、
そこの、ワンマッチで戦ってますね。その時にはやっぱあの水木さんが勝っております。それ以来の対戦ということでね。さあ三浦さんどうでしょうか、はい、三浦さんは最近あの一緒に練習したりしてるんですけども、はいはいはい、あの結構あのガツガツやってます。男性相手にもねもう臆せずかかっていくあたりがねガッツあるんですけども三浦さん。さあけど井上瑞稀がねやっぱりね海外からね帰ってきてねもうトップ選手ですからね、もう国内にとどまらない活躍を見せてる井上瑞稀。瑞稀さんとねこの三浦彩花、三浦さんは整体で働いてるのかな、瑞稀さんはコンビニバイトをやりつつプロファイターだよ。コンビニバイトやってますよ。でも、もう朝っぱらから働いて、であのお昼に帰ってきて練習漬けですね、はい、すごい。もうね全然ねもうプロファイターで食っていけるのに、ね、バイトしてますけどもね、やっぱそこら辺はね社会の厳しさもね、okay. 勉強しないといけないということでそこら辺も含めてあの働いてるって言ってましたけども ね、 すごいですね。はい、あいいですね。三浦さんもね今の腕十字を返してインサイドガードに戻りました、はい、さあトップポジション、さあ井上選手相手の足をすくいに行こうというところ、はい、首と足をコントロール。さあこのガードポジションからどうでしょうか、この足を振っていきます、はい、井上選手はこの井上選手はちょっとスイープ狙いなんですけど、三浦さんはねちょっとパこのクローズガードを割らないといけない、はい、さあどうでしょうか、割れるかどうか。このクローズガードを、ね、割るところから入らないといけないんですけども、なかなかちょっとそこ苦戦しているか、今一瞬割れましたけど ね、 一瞬割れましたね。さあ三浦さんどうでしょうか。さあ井上さんガードからちょっとコントロールしてますね。さあこれ、ちょっと今これ三角締めでしょうか、三角締め入りましたね。さあ三角締め入りましたね。三角締めがちょっと腕を狙うか、三角締めですね。三角締めで、おあ腕流しましたね。腕流してこの三角締め、さあ首を引きつけて三角締めから腕か、あ上になりました。上になったところで三角クラッチをキープしたまま、あけどねもうそれはもう分かってますよ。三浦さんも腕を取らないようにちょっと今ディフェンスしておりますね。あけどちょっと今のは離れた隙に、おっと腕を曲げて一本勝ち、3分40秒腕固めですかね。井上瑞稀一本勝ちでワンマッチ決勝戦制しております、はい、ちょっと強かったか三浦さん残念。はい、はい、女子の脳技の試合見ていただきましたがいかがだったでしょうか。はい、博士館コンビのね山口ゆかりさん、井上瑞稀さん、この2人ともねもう対戦相手がね2人ともねプロファイターなのにもう問題なく一本勝ちっていうところでね、はい、グラップリング強さ見せつけましたね。柔術、ね、プリスト、ね、100% ね柔術、はい、とグラップリングって言ってるんですけども、なかなかねグラップリングの試合見せるタイミングがないので、うん、こういうねグラップリングの試合あったらこれからもどんどん配信したいと思います、はいはい、CM の後は柔術の試合たっぷり見ていきたいと思います。はい、はい、CM です。柔術プリンストセレクション、このコーナーはおすすめ商品新商品を紹介するコーナーです。本日も東京イサミ中里店長にお越しいただきました。はい、中里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、本日のおすすめ商品をお願いします。はい、今回紹介する商品はこちらですね。おちょっとあのいっぱいあるんで
さささっと紹介していきます。あ、ルーカですね、全部ルーカの商品持ってきました。2016の新作ですか。はい、春夏ですね、の新作になります。これファイトショーツですね。かっこいいですね、ファイトショーツ。これファイトショーツだけじゃなくて夏海にも使えるんで。海にも使えますね。で、結構生地は薄めで耐久性はあると思います。水着とかも出してるブランドなので、まあ、そうです、サーフブランドですからね、元はね。で、これルーカスポーツで BJ ペンのシグネチャーモデルですね。これと、はい、これですね。これ BJ ペンモデルじゃないですね、普通 の、 あのカモフラのファイトショーツで、はい、次で、これがこれも BJ ペンモデルです。ただこれがポケットがついていて、で、スウェット生地っぽい感じですね。普段着に使えそうな。だから普段着とか、まあ、あとはそのランニング、ランニングですかね。もったいない、ランニングに使うの。ランニングとか、あとはフィジカルトレーニングとかする時ですかね、うん、まあ、あと練習終わった後とか、これからの季節でぴったりだと思いますね、うん、なんかこんなモデル、あのハファメンですが、一時期ベース白で履いてた気がするんですけど、はいはい、まあ、どっかで、そう、どっかの大会で履いてましたね。ただこれは BJ ペンのモデルということで、今回グレーということで、ちょっと落ち着いた色合いっていうか、なってますかね。まあ、でももうすっかり格闘技界に浸透してますからね、ルーカ。ルーカって今日はね、もうすぐ出てきますからね。かっこいいですよ、ルーカは。わかります、おしゃれです。で、これがタンクトップ、しかもメッシュ生地で、はい、全部メッシュです。風通しが良さそうです。これも私服にも使えそうです。ランニングとか楽そうですね。これもルーカスポーツなので、一応トレーニングとかそっち系にも、そっち系にですね、あ、まあ、あとそう、私服とかでも、まあ、全然着れるデザインなので、うん、上がブラックで下がカモフラですね、うん、かっこいいです。裏は特にプリント、プリントというかロゴとか入っていません。シンプルイズベストというか、シンプルの中におしゃれがあるタンクトップ、ルーカ2016の春夏の新作発売中ですので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。Hi, my name is Yuri Simões. I'm from Kyotera Association. I'm going to be showing you two techniques.Okay guys, so I'm Yuri Simões. I'm going to be showing you one of my passes here on the no-gi. One thing that I like to do a lot is I like to control the shin. But if I just hold the shin like that, it's very easy for my opponent to spin his leg around, get rid of the grip. Or I kick the other leg and, you know, get the my hand off. So I have to find out ways that I'm going to be able to, you know, keep the strength just like I had the fabric in the gi.In the no-gi though. So I'm gonna bring his leg all the way to the ground and get a strong grip with the other hand here. Now what happened is I put my entire body weight on that arm. So even if he tries to move his leg out, try to move your leg, right? It's really hard. I'm making, not just turning him on the side, but I'm holding his leg in the same spot with my whole body weight.By the grip that I'm making. Now, notice that if I would change the grip here, it would be easy for him to kick the leg away and get off. So when I get to the side, I have to switch the grip, switch the direction of my hand. So I go here and here. And now I'm gonna be circling to pass that leg there, okay? Because if I try to go here, he's gonna have the knee in front of me. So I have to get away and then shoot forward. So one more time, I go here, I change, I walk around and now I come.Underhooking the elbow here, and I'm coming walking towards his hip and his leg. Put my knee underneath here, and I can finish even here to have a better control on the side control. Walk up and pass. One more time. Here.Leg on the ground, switch the grip and keep walking, shoot there. Now I'm gonna control his hip, put my knee underneath. I can get this control, walk up, hold him, let it go, but remember to
keep the pressure. That way, you're gonna point his hip. His hip's gonna end up pointing that way. You don't want his leg here free when you're holding here, because you're giving all these gaps so he can recover. Go ahead, Ryan. Boom. So once I pass, again, all over. So let's go. Here, once I'm passing, I need to make sure I keep the hip locked before I move up. Here, now I can move up and change my grip. And even when I let go of the legs, I'm still pushing with my knee here. Okay, keep the head low. And that's 3 points.柔術プリースト。はい、ここからは柔術の試合を見ていただきますが、見どころはどんなところでしょうか。はい、グラップリングに出た井上瑞稀、はい、山口ゆかり、はい、高野里美、三浦彩香、もう全員出てます。それに加えてルアナ・ディアス、はい、イングリッチ・フランコ、おそして甲斐真由美、はい、ここら辺の、ね、女子のトップどころから、ね、出てますので、今回お見逃しなく。 VTR スタート。はい、女子アダルトアワビフェザー決勝戦、ルアナディアス対山口ゆかりです。はい、ルアナディアス対山口ゆかり、この試合はですね、もうあのゆかりさんがライトフェザーなんですけど、はい、階級を上げてエントリーしてきましたね、ルアナディアス。でこの試合でも、あの過去の試合でもね、負けてるんですね、ゆかりさん、はい、ということでリベンジマッチ。ルアナさん勢いがありますね。そうですね、ルアナさんが、今年16歳、はい、まあ、15歳でですね、まだ。ゆかりさん17歳、10代ですよ、2人とも。やっぱね、若い選手がね、いい感じで育ってますよ。前回といい、今回といい、そうですよ、若い力がね、ぐいぐい来てますよ。でこのね、ルアナ対ゆかり、ゆかりさんもね、プロファイターでやってますけど、柔術にもね、こうやって出てきてくれるってのはすごいいいことですよね。はい、で対するね、ルアナはね、専業柔術家ですから、はい、柔術オンリー。このね、道着の試合でね、負けるわけにはいきませんよ、専門家なんですから。さあ、ゆかり対ルアナ・ジアス、はい、こちらの方、注目していきたいと思います。さあ今これは、はい、ルアナがね、あのスパイダーガードですね、相手の袖を持って上腕をコントロール。ゆかりさんはちょっとこのね、スパイダーガードを外せないか。はい、もうこのスイープの一発ですね、はい、スイープ一発でルアナ・ディアスが勝利しております。はい、2対0でルアナ勝利。はい、はい、なんだこれは。おっと、なこれ持ち上げるの、これ何なんですか、何なんでしょうか今の動き。女子アダルトアワビライト1回戦、井上瑞稀対マリア・シャミナです。はい、井上瑞稀、今日ね、モカピンが着てる道着と同じモデル着てますよ、はい、さあ対するはマリア・シャミナ、このね、ロシアンです、ロシアンレッドブル軍団のね、マリア・シャミナ出撃ですよ。さあマリアはね、このね、ジュースプリスト道着着てますよ、はい、絶賛発売中ですぜひご購入ください、マリア・シャミナ。さあこのね、ルアナじゃない、この井上瑞稀、はい、このハーフガードどうでしょうか今ね。マリアこのハーフガードの状態で足を抜かせないんですけども、ちょっとこれは体勢が良くないか。ハーフガードの状態で今ちょっと下からね、あの相手を抱えてますけど、マリアはこれスイープできるんでしょ、スイープ、これ腕取られてますか、上取られてますか。おっと、これは、ね、これはきつい、きついきつい、この木村、ストップ。あーっと、今のはね、もう肩が異常な感じに曲がってましたけども、大丈夫でしょうか。2分47秒、木村で井上瑞稀一本勝ちです。はい、はいはい、女子アダルトアワビライト準決勝、井上瑞稀対福原ひろ子です。はい、井上瑞稀選手、対するは福原ひろ子選手、はい、慶州会の駿河道場ですね、沼津です、
沼津から参戦の福原選手、そこを豪快にテイクダウンしていったのが井上瑞稀。さあ福原選手がちょっとテイクダウンされてしまって、もういきなりこれテイクダウンからのサイドコントロールに入ってしまってますね、はい、さあここからリカバリーできるか福原選手。さあこのハーフガードですよ、ハーフガードに戻したい、まずは、はい、あというところですけども、一気にマウントまで行ってしまいました、はい、2の4で6対0の状態、井上瑞稀ちょっともうこれ腕取ってるんでしょうか、どういう状況でしょうか。あけどハーフガード戻してますね、はい、ハーフに戻してるけど、これ腕を取られているか、ちょっとこっちからは見えないんですけども、どういう状況でしょうか。今ハーフガードですね、福原選手、これちょっと腕がどういう状況なのか、わあ、じゃあやっぱり木村ですね、やっぱり木村ですね、ちょっとうつ伏せになってしまうか、ちょっと腕が、あ、そしてちょっとあのこれはドラゴンスリーパーみたいになってるんじゃないですか、この首にもプレッシャーかかるか、青抜けました、抜けましたけど、これ腕がまだ取られているところ、おっとこれを今福原選手は自分の帯を持ってちょっとディフェンスしますけども、ちょっとあっとバックですね、バックですね、そしてバックからまたマウント、フロントマウント、福原選手もうまく関節のエスケープはうまくいってるんですけども、ポジショニングは取られてしまっている、そして今マウントから腕十字狙いか、さあ井上瑞稀ここから相手の腕を肘を押して腕十字狙い、足をかけて、足をかけましたね、かけましたね、おっと腕伸ばして1本、3分41秒、腕十字で井上瑞稀一本勝ち、福原選手うまく逃げてたんですが最後決められてしまいました、残念、井上瑞稀決勝戦進出です。はい、女子アダルト青尾ライト準決勝、三浦彩香対イングリッチフランコです。はい、三浦選手、11の試合はいきなりね、イングリッチフランコとの対戦、はい、なんとイングリッチフランコ2015年の、ムンジャル2階級制覇、はい、そして2016年のヨーロピアンも階級無差別優勝で、世界ヨーロピアン、はい、もう優勝しておりますよ、なかなか負けたところ、負けないですね、もうイングリッチ16歳ですよ、もうみんな若い、若いですよイングリッチ、さあこのね、もう若き王者イングリッチフランコ対この三浦彩香、これも注目の一戦ですよ、プロファイターですからね、はい、でまあけど柔術の専門家、イングリッチフランコをどう攻略していくか、で引っ込んでいったイングリッチフランコ、そしてそのインサイドガードから、はい、これちょっとラペラを持ってますか、これ締めも入ってるんですけど、ちょっと顎に引っかかってるか、ちょっとこれは顎に引っかかって締めにはなってないんですけども、ちょっとどういう状況でしょうか。さあクローズドガード、さあこのクローズドガードを割ることができるか、イングリッチのクローズドガード今ちょっとね叩きつけるとね、反則になってしまいますから注意してください、はい、さあクローズドガード、さあオープンガードになりました、オープンガードになってラッソーガード、さあこのパスがねできるか、はい、パスをやっていけるか、お今どう、今の三角のクラッチ入りました、肩に足をかけていった、さあ三角を作り直すイングリッチフランコ、この微調整、あっと決まりましたね、これ三角にもガッチで決まった、さあ三浦彩香、これどうやって抜けていくか、どうやって抜けるか、あータップなすべなく1本、4分28秒三角締めでイングリッチフランコ盤石の一本勝ち、決勝戦で井上瑞稀対イングリッチフランコ、はい、女子アダルト青尾ライト決勝戦、井上瑞稀対イングリッチフランコです。はい、このね井上瑞稀選手の過去にねイングリッチに負けてるんですね、ということで、そうなんですよ、だからねどうしても戦いたいということでね出てきました。当初イングリッチもね農技エントリーしたんですけども、はい、農技はやりたくねえということでドタキャンということでね、この柔術でのみの再戦ですね、やっぱねイングリッチ専門の柔術以外はやりたくねえということで、もう農技はドタキャンしましたよイングリッチフランコ。
さあ対するこの井上瑞稀、農業は一本勝ち、そしてこの1回戦準決勝と一本勝ちで勝ち上がってきましたが、さあイングリッチフランコをどう攻めていくか。さあイングリッチが引っ込んでね、このインサイドガードか三角締めを狙っていくんですけど、プレッシャーをかけて外してきましたね。さあこれイングリッチ、井上選手はここからパスしていきたい。この膝の使い方がね大事になってきますよ。このクローズガードを入れさせちゃいけませんよ。ラストガードも入れさせちゃいけない。さあちょっとね、はい、インサイドガード、このラストガード脇入れさせちゃダメですよ。入れさせちゃダメなんだけども、ちょっと入ってしまってますね。さあイングリッチどういう状況になっていくのか。ミーティクさんもねまだ20歳とかですからね。そんな若いんですね。若いんですよ。でなんかもう青みの若くてすごい人、そうなんですよね、男女ともに若いんですよね。みんなすごいフレッシュです。フレッシュです。フレッシュです。若いっていいです。本当にイングリッチ16歳、はい、ミーティクさんも20歳ぐらいですね。もう水木さんの、ね、ズボンに手をかけて危うく判決になっちゃうんじゃないでしょうか。水木さん大丈夫でしょうか。お、そしてこれバックですね。あ、けどこれ足換いけるか。水木足換注意ですね。足換注意ですよ。さあイングリッチどうか。おっと、この相手のズボンを引きながら、これはどういう状況か。そう、水木さんは相手に向き合いたい、向き合いたいんですけども、お、うまく膝を使って、あ、そしてこれスイープだ。これ2ポイント、そしてさらに足を入れて6ポイント獲得ですね。スイープ2ポイント、バックマウントの4ポイントで6対0、6対0。今の一連の攻防でね、ポイントを上げたイングリッチ・フランコ。ちょっと水木さん、ちょっとここから挽回できるか、6対0、6対0。そして締めの、締めまで来たか。水木さん、おーと、あー、抜けたんですけども、そこでタイムアップ、6対0、6対0でイングリッチ・フランコ、三浦彩香、井上瑞稀とプロ選手に2人に勝って優勝しております。いい感じ。行きます。優勝おめでとうございます。試合の今日の試合の感想をお願いします。まあ、今日はガードを挑戦してみて、結構いい結果で良かったです。2人とも本当に強かったですね。で第1試合決めれてとても嬉しかったです。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。はい、はい、女子アダルト紫帯部ライトフェザー決勝戦、開幕みたい高野さとみです。はい、寝技ワールド東九州、そして高野さんは富山クラブバーバリアン、はい、富山対九州 in 浅草。もうやっぱね、地方の選手たちもね、東京に出てきてね、試合出てきてくれるのすごい、はい、嬉しいですね。さあ高野さんは、グラップリングではねちょっと負けてしまいました。で、はい、この柔術もワンマッチ決勝戦ということでね、柔術と農技ワンマッチ術と対する甲斐さんはこの1試合のみ、この1試合に全てをかけて東九州から乗り込んできました。すごいですね、1試合のそうなんです、ですね、そう、飛行機でね来てくれますからね、はい、さあ高野さんのね熾烈強制の感じもどうなのか、そこを見ていきたい見ていくね、はい、100万円かけて私立強制ですからね。すごいですよね、できないですよね。100万円は高いな。やっぱ100万かけてでも歯並び直したいんだね。いや、直したいですよ。すごいな、100万円だもんなおばあちゃんにお金借りたって言ってましたからね。そうですよね、おばあちゃんが、ね、亡くなったらその100万返さないでいいのかっていうね。いや、返すんじゃないですか ですかね。おばあ亡くなる前に、はい、高野さんビジュアルにも気を使ってますよ。高野さん上を取っている、で引き込んだのが甲斐さん、甲斐真由美さんはねこのガードから攻めていくところ、高野さんはパスガード狙いですね。やっぱり高野さんは MMM やってますからね、やっぱガードよりも上の方が得意なんでしょうか。やっぱ柔道もやってますしね高野さん。どうでしょうか、クラブバーバリアン深夜バスでね一人で来てくれました。
ソロ活動ですよ。富山からソロ活動ってかなりしんどいですけどね。富山からの深夜バスってかなりしんどいですよ。新幹線とかならまだ。そう、やっぱ一人でね来るの、一人で俺富山行けって俺嫌だもんな。やっぱね、そこまでして試合出たいっていうそのガッツ、はい、ここはね見習わないといけない。はい、さあこのインバーデッドガードでしょうか、その相手の 足首をコントロールしている高野さん、相手の道着を引き出したんですけども、そこをちょっと道着が切られて、ちょっとこれニアパスでしょうか、ニアパスか、あ、これはどうか、これちょっと動きが止まるとパス入ってしまいましたね、パスガードの3ポイント入ってしまいました、はい、ただあの道着を引き出したまでは良かったか、それを生かせなかった。さあ3対0で、そうですね、そのまた道着に足を引っ掛けてその相手をひっくり返そうというところなんですけども、ちょっとそれは体勢を低くしてディフェンスしている高野里美、高野さん今ちょっと腕を狙ってましたね。それやっぱりこれね、あの道着をね蹴られるとあのポジションが安定しないんで、ちょっと嫌な感じはするんですけどね。動きづらいですね、非常に動きづらい部分があるんですけど、あ、そこスイープいけるか、おーっといけない、潰された。高野さんがね今ここさらにバックは行かせないですか、ね、逆に高野さんのバックを狙えるか、甲斐真由美いけるか、ここんー、どうか、あー、ダメ、残念、残念、ちょっと今の攻防、ちょっと今のが、ね、勝負の際だったか、クローズガード、さあ試合時間も残りもう少ないか、はい、おー、自らの回転して高野さん、おそして何もなし、ちょっと今ね自らの回転して何を狙おうとしていたんでしょうか、まさかのベリンボロでしょうか、高野里美、さあまたガードから攻めていく甲斐真由美、この状態はずっと変わりませんね、ガードに対してトップポジションの高野さん、おまだまだこれパスガード入るか、おそしてこれ襟を持って締め入りましたね、さあ締め、はい、締めに行けるか、これ足かけられるか、足をかけると締めが決まるぞ、締まるぞ、お、外れ、ちょっとまだこれ締め決まりが浅いかどうか、さあ今決めようというところで、ちょっと残り時間が少ないぞ、あータイムアップか、はい、パスガードの3ポイントですね、3対0で高野里美ワンマッチ決勝戦制しております。ライトフェザーアダルト紫帯ライトウェザー優勝は高野里美、おめでとうございます。はい、チーズ、はい、もう一枚いきます。はい、チーズ、ラストお願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。試合の感想お願いします。試合の感想は、まあ減量があってちょっとうまく、いかなくて、まあ、試合であんまり動けなくてちょっぱい試合だったんですけど、なんとかギアリの方は勝ててよかったです。おめでとうございました。ありがとうございました。はい、もう女子の試合もうがっちり見ていただきました。この呪術部門、はい、イングリッチ、ルアナ、強かった、はい、はい、このねプロファイターに勝っての優勝けど、紫美はプロファイターのねサラミさん、はい、高野里美が勝ちました。どうでしたか。やっぱルアナさん、イングリッチやばいですね。やっぱね、やっぱ専業呪術家がね、プロ MMA 格闘家、MMA とかキックやりつつの人たちには負けるわけにいかない。やっぱ試合数も違うのかな。そうですね。も違うし、もうだって呪術の道着の練習しかしてない人が、MMA やって、キックやって、農技やってっていう人に負けちゃダメですよ。すごい、若いし、すごいし、はい、もう。若いですね、青木。そう、若い人がすごい。でそこにね、甲斐真由美さんはね、はい、ちょっとねサラミさんに負けてしまいましたからね、甲斐さん頑張ってください。はい、まあ、まあその甲斐さんに勝った高野さんもね、農技では負けましたけど、はい、事実は勝ってもう1個の金メダルを持って富山に帰りましたから、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは CM です。
コンジャス2016技&道技女子の試合を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。はい、もうグラップリング充実と、もう国内のトップファイターがっちり出てますね、はい、最近ね、女子の試合もいっぱい組めるようになったので、まあ、バラエティに富んだ顔合わせ多数実現したのですごく良かったと思いますね、はい、ルアナ・ヒカリ・ディアス、イングリッチ・フランコ、この2人はね、今年も海外の大会ガンガン出ていくということなのでね、はい、こちらの方も期待していきたいと思います。はい、それでは告知です。はい、ラスコンチャスケニタバシです、ホワイトライオット2016、4月10日代々木ミューズ音楽院の本館でホールで、開催いたします。はい、もう開催まで1ヶ月切りましたね。はい、おで締め切りがですね、次の締め切りが多分、はい、3月14日ですかね。第2締め切り目前です、はい、なのでこの今だと3000円でエントリーできますので、この機会にぜひお願いします。はい、白帯限定大会、やっぱ白帯の選手たちはね、まだ試合に出たことないよとか、あと大きい大会出る前にちょっと肩慣らしたいなっていうのはその最適だと思いますね、うん、安価で出れて、まあ気楽に出れるっていうのが一番大事だと思いますね。ここで試合に出て次の大きい大会に向けてのステップアップもいいと思います。やっぱドゥマウとかね、JJFJ、JBJJF の大会、ちょっとハードル高いなと思うんであれば、うん、今回こういうので出て、ちょっと、そう、はい、どんな試合っていうのはどんなのかなっていう、肩慣らしも含めて、これもいいかと思いますので、ね、そちらの方もぜひぜひ、申し込みお願いします。3月14日が第2締め切り、最終締め切りが4月の4日ですね、まだまだ時間ありますからね、ぜひぜひ検討してください。じゃあ最後、提供もお願いします。はい、橋本欣也の柔術プリスト。この番組はファイターズショップブルテリア、金属工事柔術一式、鉄、イサミ、ベリーハードトゥーサブミット、ラスコンチェス、ルマン、株式会社フルホース、スクランブル、以上各社の協賛により、ミューズ音楽院特設スタジオより YouTube にて全世界同時配信でお送りしました。はい、橋本欣也の柔術プリスト、また来週お目にかかれたと思います。さよなら。